誰だったっけ、ゴールデンハムスターの大福ちゃん、もっとアップにして、ちっちゃいのがいっぱい動いてますけど、これ細菌ですね。おしっこに細菌が出てる、この子結構な数が。それでこの長細いのは多分精子だと思いますね。ね、細菌がいっぱい出る、精子もあるけど細菌出ちゃダメなんですよ、おしっこに。これは細胞成分かな。素材需要の100倍。ここは何だ。細胞なんだ。とにかくあのちっちゃくて動いてるのがいっぱいあります。これは細胞なのかもしれません。細長いのは精子だと。あ、これが、これは明らかに細胞成分ですね。だから尿道か膀胱か尿管か腎臓から出てきてる細胞成分。はい、じゃあ、あのまとめますと、大福ちゃんの尿鎮査所見は、赤血球は、白血球はまだそんなに出てないけど、最近かなり出てる。アーティファクトかな、うんちと混じってないよね、これ。混じってないですけど、その入れてた、そう、それが。そこはそう切れてないかもしれないか。そうですね。またさ、一回ちょっと洗って、次のおしっこが出たら。ですね、はい、もう一回見た方がいいな。だってこんだけ細菌が出たら赤血球、白血球も出てた方がいいんで、そんな出てないもんね。細胞成分も出てるけど、まあ正常範囲で、ペーパーテストは 1.05 以上。こんだけ有力したのに高いんだね、比重が。で、pH は 7.5、まあ正常範囲かな。タンパクが4プラスも出てくるんだ。はい、はい、以上です。